こんばんは、ノックさん。速稼塾の久保でございます。テラスハウスっていう番組があるんですか？私全然知りませんで、そのテラスハウスという番組に出ていた、22歳の女子プロレスラーの方が今朝ですかね、お亡くなりになったというか自殺をされたということだったんですかね。そんなことが起きてたんですよね。いや全然知りませんでしたと。本当にね、テレビを見てるような気もするんですけど、ほとんど見てないですね、やっぱりね。何を見てるんでしょうかね、私はね。きっと自分にとって快適なものだけを見て、不快なものは見てないんではないかなと思うんですよ、私の場合は。まあ私はどちらかというと情報の発信者なんで、受信する方が軸ではないんですよね。発信して終わりなんですよ。受信するものほとんどなくって、世の中の情報とか判断っていうのを全然必要としてないっていうか、もう ある意味ね、軽視してるんではないかなと思いますよね。はい。それでね、インターネットの世界でも誹謗中傷っていうのがありますよね。で、ノクさんが言われてたように、テレビに出てる方っていうのはやっぱりね、台本通りにやっている単なるエンターテインメントなんで、それに対して突っかかっていったりとかね、なんかね、こういろいろ感じたことを言うっていうのは、まさにテレビに対しての文句とかね、違和感っていうのは、それも込みでエンターテインメントではあるんですよね。で、今回お亡くなりになった方には非常に気の毒でね、私は一つとしては、こういったものがね、罰になかなかならない、そして逃げ切れてしまうっていうところに、人間の本当悲しさと言いますかね、どうせ大したことにはなんないだろうとかね、言っただけだったら罪にならないだろうとかね、言いっぱなしで言われた方の人の気持ちを考えないっていうのが人間の本性なのかなと思ったらね、やっぱりこういう言葉をやっぱり私も思い出すんですよ。言葉は人を生かしもし殺しもするってことなんですよ。口から出るものをすごくね、慎重にすることによって、人を築き上げたり励ましたり、人を成功に導いたりすることができる、出るのも言霊でもあるんですけども、もう人をね、追い詰めてしまうのも言葉なんですよね。でやっぱり朝起きて寝るまでに自分に対して攻撃的なキーワードばかりを見たり聞いたりすると、やっぱりね、嫌になっちゃいますし、しょぼんとしちゃうわけなんですよ。で、人はすべからくね、心が弱い人たちばかりです。で、誹謗中傷する人の気持ちがわからないでもないんですよ。例えば、すべてが恵まれて楽しくって嬉しい人って、人を責めてる暇がないんで、人のいいところしか見えないんですよね。ということで言うと、今回お亡くなりになった方に対して心ない言葉をかけた方も、誰かによってやっぱり苛まれているという、その被害者ということもあるのかなと思うんですよ。悲しい気持ちとか悔しい気持ちとか、そういうのをぶつける対象を探していてね、インターネットの書き込みをしてみたりとか、誰かのなんかね、素晴らしい意見に対して上げ足を取ってみたりとかね、するのかなと思うんですよ。で、総じてね、私が思うのは、私たち一人一人が何をするべきかっていうのは、何を見るかを選択して、何を見ないかを選択していかないといけないんですよ。わざわざ争いが起きそうなこととか、自分の気持ちが不快になることを探して見に行ったりとかする必要は全くなくって、ものすごく自分がね、学べるとか楽しいものとか勉強になるなって思うものばかりを見ていけばいいと思うんですよね。もうなんかね、誰かと口論したくなったりとか、誰かを言いくるめたくなったり、論破したくなるようなものを見に行くとか、それから誰かがね、口論していて一方的に誰かがやられるのを見て勝った気になるようなね、そういう風なものからも離れているべきだなと私は思うんですよ。ですんでね、インターネットのなんか特定の掲示板見に行くとか、なんかいわゆる炎上しているネタを見に行くとかね、人を不快にする動画をわざわざ作ってる人のものを見に行くとかっていうのは全く時間の無駄しかなくて、そこに行って快適な気持ちになるんじゃなくて、ますます自分も毒されて、人を攻撃する言葉を覚えたりとか、人を悲しませるようなそのシチュエーションを覚えてしまって、それを覚えるってことはいつか使ってしまうわけなんですよね。だからそういうふうなところから離れるべきかなと思いますし、あとね、こういう枕言葉も気をつけないといけないと思うんですよ。インターネット、ネットではこういうふうな意見が出てますよっていうことなんですけども、ネットってもう無限のキーワードがあるわけですよね。で、その無限のキーワードの一部を取ってきて、ネットではこんな噂が立ってますっていうのは、すごく極論と言いますか全然見えてなくって、そうじゃない意見のことを無視してるわけなんですよ。ということなんで、私たちは情報を取って有害になるんだったら情報は取らない方がいいかなというふうに思うわけですよね。繰り返し申し上げますけども、言葉は人を生かしもし殺しもするんで、やっぱり人に投げかけるんだったらね、その人が癒されるものとかね、励まされるものとか勇気づけられるものっていうのをどんどん口から出していくと、そういうことを発信する人っていうのは絶対に好かれるわけなんですよ。人を攻撃する言葉を発する人って好かれますかね？
ちょっと前にね、なんかのこの、なんていうんですかね、なんかね、私がね、麻雀店を経営してるときに、そこで流行った言葉があって、それね、禁じたわけですよ。それはどういう言葉かっていうと、なんか何かがあったときに、まあ、死ねばいいのにって言葉がすごく出てたわけなんですよ。で、その言葉が出るってこと、その言葉を発した人を私はね、すごく不愉快になったんで、もう二度と言うなと、従業員にもお客さんにも言ったわけですよね。で、それ以来その言葉は出なくなりました。で、そういう言葉を言った人にも、それは言わない方がいいよっていうふうな人が出てきました。ということで、自分の空間っていうのはそういうふうに自分で作っていけるんで、この言葉は NG、この言葉はいいんじゃないかなっていうことで、ある意味ね、言論統制をしていかないといけないようなね、世の中になってきたんではないかなと思うんですよ。でも言論統制って言っても、まっとうなことを統制するわけじゃないんですよ。これを聞いたら、ほとんどの人が面白くないとかね、本当に自分は死んでしまおうかなっていうふうな、今回みたいなことになってしまうようなことっていうのは誰でもが予想できるわけですから、でまさに今回どんなことをね、誹謗中傷のキーワードとして使ったのか私は分かりませんけども、この言葉を投げつけたらこの人はダメージ食らうだろうなってことをきちんと認識して言ってるはずなんですよね。でこれはまあある意味ね、有罪にしなければならないのかなと思いますし、まあそれよりもそんな心を持った人がスマートフォンとかを持つべきではないかなと、言葉を操るべきではないかなとまで思ってしまうんですけどね、今回そのテラスハウスですか、こういった悲しい事件があるんだなと、テレビに出れば何でもいいってもんでもないんだなということを感じながら今回の動画を終わらせていただきます。ノックさん、また教えてください。失礼します。